それではお時間になりましたので、株式会社うねり2024年6月期第3四半期決算説明会を開催いたします。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。本説明会は代表取締役社長 CEO 内山、私取締役 CFO 斉藤よりご説明してまいります。では、これより決算説明を開始いたします。2024年6月期第3四半期の実績についてでございます。今回、第3四半期の実績として、非常に力強い数字が出ているというふうに思っております。その詳細につきまして、CFO の斉藤からご説明を申し上げます。はい。まず第3四半期の業績ハイライトになります。第3四半期の結果として、全主要指標が著しく成長を示しております。売上高におきましては、前年同期比でプラス45%となる9億3700万円。粗利はプラス56%となる5億4200万円。営業利益はプラス102%となる2億700万円となりました。続いて3級の累計ですが、こちらも大幅に進捗しております。売上高は前年同期比でプラス31%の20億8500万円。こちらは通期の予想に対して進捗率でいうと72%となっております。粗利はプラス37%の10億5800万円。営業利益におきましては、プラス162%の1億7300万円となり、通期予想を超過する148%の進捗率となりました。ここから詳細を見てまいりますが、まず売上高です。前年同期比でプラス45%の9億3700万円となりました。サービス別に見ると、分析可視化サービスがプラス53%、ワントゥーワンサービスがプラス68%と大きく成長を牽引しております。この背景といたしましては、リテール DX の堅調な推移とともに、今期はスマートシティ事業が大幅に伸びたことから、こちらが主な要因と、成長の要因となっております。次に、その売上高の91%を占めるリカーリング顧客の情報になります。リカーリング顧客数は104社と、前年同期比でプラス32社、今期でプラス26社と順調に増加しております。リカーリング顧客増加とともに、顧客単価も高水準を維持しておりますし、既存のリカーリング顧客の売上も NRR129% と大きく伸びております。続いて売上から直接原価を引いた粗利です。こちらはプラス56%と売上を上回る伸びを示しておりまして、5億4200万円となりました。分析可視化サービスがプラス49%、ワントゥーワンサービスがプラス104%と、こちらもこの2つのサービスが大きく伸びております。粗利率につきましては、分析可視化サービスは引き続き高い水準を維持しております。今回、ワントゥーワンサービスにおいては、前期の戦略価格ステージが一巡した影響もありまして、前年同期でいうと8ポイント改善しております。その結果、全体の平均としては58%となり、前年から4ポイント向上しました。続いて原価ですが、直接原価率は先ほどの粗利率の裏返しになりますけれども、4ポイント改善しております。間接原価率においても、前年からプラス3ポイント改善しております。続いて、販管費及び一般管理費になります。こちらは第3四半期においては、人件費及び採用費が大きく増えております。また、3級において、イベント等の認知向上活動を積極化しておりますので、そちらの費用が増えております。で、全体としては2億3400万円と増えておりますが、売上がのそれ以上に伸びておりますので、販管費率としては25%となりました。
その結果、営業利益率は22.2%の2億700万円となり、過去最高益を達成いたしました。通期業績予想に対する進捗率もご覧の通りで、売上高については72%、営業利益以降、利益については通期の予想を超過する水準になっております。以上、第三四半期の実績をご説明いたしました。では、ここからは事業進捗として私の方からご説明を申し上げます。まず、前提として中期戦略といたしまして、我々の事業は4回構想になっております。1回目がリテール DX 事業として小売会社様向けのサービス提供。そして、リテールメディア事業として消費財メーカー様向け。さらに、スマートシティ事業として不動産自治体観光庁様向け。さらに、そのノウハウをグローバルの小売外食スポーツ様に適用するというのがこの4回構想になっておりまして、これから年平均成長率36%で成長し、2028年6月期に売上高が100億円というものを目指しているという企業でございます。それぞれの事業の進捗についてご報告申し上げますと、リテール DX 事業は主に分析可視化行動変容ワンツーワン、すべての3つのサービスに影響しますけれども、第三四半期の進捗として、この3つのサービス、すべてが堅調に伸びているということでございます。リカーリング顧客を中心に高い成長率を維持できております。今後の見込みといたしましても、第四四半期以降も案件確定が続いておりますので、これまでの成長率を維持できる見込みでございます。2番目のリテールメディア事業、消費財メーカー様向けになりまして、主には行動変容サービスに影響しますが、提携先様からの売り上げが、高水準を維持しております。第3四半期単体では、第2四半期よりも若干減少はしておりますけれども、昨体で比べると大きく、増えているというところでございます。これも引き続き高水準の見込みでありまして、来期以降も行動変容サービスの売上向上に寄与するというものになります。3回目のスマートシティ事業、不動産自治体観光庁様向けになりますが、主には分析可視化、一部ワンツーワンになりますけれども、ここが非常に進捗が良くて、今回第三四半期は獲得した公募案件が、これ滞りなくしっかりと進捗しまして、第三四半期の売上向上に大きく寄与したものでございます。今後の見通しにおきましても、この今期の分析可視化サービスの売上に貢献し、しっかりと第四四半期もしますし、この導入が非常に堅調でございますので、来期以降の売上も期待ができるのではないかなと考えております。グローバル事業、特に北米中心ではございますが、北米の顧客及び案件の獲得は進展をしております。売上の額そのものについては非常に大きな課題を感じておりますけれども、事例化とか周知の活動に注力をしてまいります。従いまして、今期の見通しとしましても、今期の売上の貢献は課題がありますが、この北米向けのプロダクト、これをしっかりと改善をして、来期以降の売上につなげてまいりたいと考えております。それぞれ大きなニュースをお伝えできればと思っております。リテール DX の事業でありますが、3つのサービス、分析可視化、行動変容、ワンツーワン、この3つのサービスとも非常に堅調に伸びておりますので、リカーリング顧客を中心に高い成長率を維持できる見込みでございます。まずそのニュースの1個目といたしまして、テレビ視聴を計測する画期的なソリューションの提供を開始させていただいております。トライアル様のグループ会社であるセールスプラス、電通様、そして、うねり、この3社でリリースを出させていただいておりますが、テレビを視聴した人が来店し、どの商品を買ったのか、うち新規が何パーセントなのかのような形で、今までは計測することができなかった。非常にやりづらかった。テレビの視聴そのものもうねりのデータで可視化ができるようになったという素晴らしいソリューションでございます。大変多く引き合いをいただいております。さらに、今まで店舗の集客そのものの可視化っていうのも難しかったんですが、この集客の予算の最適化手法みたいなものも開発に成功しております。これある小売さんの事例でございますが、紙のチラシ、LINE、広告、テレビ、いろんな手法がございますけれども、どの手法で何人来たのか、さらに右側では、そのそれぞれの手法が、コストパフォーマンスがどれぐらいいいのか、このあたりの総合的な分析が可能になっております。
この手法は多くの店舗型事業の販促とか、広告の手法の最適化の非常に重要な技術になりますので、ぜひご期待をいただければと思います。我々の分析、行動変容、ワンツーワン。このすべてのサービスを新規お取引先、お取引をいただくっていうのもあるんですが、Google クラウドを会社としてご利用になられている企業様においては、携帯電話で追加サービスを買うかのように、Google クラウドさんの課金に対して、うねりのサービスを追加で乗せてご請求させていただくというサービス、Google クラウドマーケットプレイスというものでも提供開始させていただいております。新規のお客様や既存のお客様のクロスセルに大きく寄与するというふうに考えております。リテールメディア事業でございます。提携先様からの売上が非常に高水準でございますので、今後もしっかりと来期以降もですね、特に行動変容サービスの売上向上に寄与してまいる予定でございます。リテールメディアとはというのを簡単に触れさせていただきますと、小売事業者さんの DX が進むと、来店した人に最も近い形で店頭でデジタルサイネージがあったり、アプリがあったり、いろんなものによって来店した方に対してピンポイントに情報を配信するということができるようになってまいります。これがリテールメディアと呼ばれるものです。お客様は消費財メーカー様になってまいります。ウネリーはその小売さんそのものがリテールメディアをご提供するために必要な分析や広告配信や効果計測、この仕組みを一元的にご提供できる企業でございます。実際、このリテールメディア事業において、カオスマップ2024年版というものを出させていただきました。リテールメディアの主要プレイヤー102社を業界の屈指の、最前線でいらっしゃる24社の方々と一緒にプロジェクトを組ませていただきまして、カルタホールディングさんとウネリーが事務局を務めさせていただき、このカオスマップを発表させていただきました。この中において、うねりの位置づけは、この真ん中のデータの部分、位置情報、ビーコンというところの唯一のプレイヤーであること。そして右下、ソリューションの部分の効果計測の中の有力なプレイヤーであること。この非常にユニークなポジションが確立できているかなというふうに思っております。三菱商事さん、三菱食品さんをはじめとして、広告事業者さん、データ企業さん、広告事業者さん、ソリューション事業者さん、小売事業者さん、ありとあらゆる企業様と我々は幅広い事業連携ができるというユニークなポジションにおりますので、このリテールメディアにおいても我々がご提供できる価値というものは非常に広いのではないかなというふうに思っております。スマートシティ事業でございます。スマートシティは非常に大きく発達をしましたが、ニュースという意味合いでいきますと、モビリティ関連のものが進展しました。左側ですけれども、自動運転のレベル4。自動運転が発達するとレベルがどんどん上がるんですけれども、今はレベル2ぐらいなんですが、レベル3、レベル4になっていくにあたるその政府目標として、地域限定の無人自動運転移動サービスを2025年に50カ所、27年に100社、100カ所というものを目標としておられます。そこにおいて、いくつかの地域が選定されておりますけれども、その人流データ等のご提供として、うねりというものをご選定をいただいております。右側でございますが、九州 MaaS。MaaS というものは、モビリティアズアサービスの略でございまして、皆さんがスマホアプリやなどを通じて簡単に移動ができるもの、これ MaaS というふうに言いますけれども、ここにおいて、いろんな企業様がいらっしゃる中で、人流データをご提供する唯一のプレイヤーとして、うねりをご選定いただいております。このように日本最先端の取り組みでの実証で我々のデータが使うところまで発展が進んでまいりました。最後、グローバル事業でございます。グローバルにおきましては、北米の顧客、そして案件、この獲得は進展をしておりますけれども、売上貢献の額という意味合いにおいてはまだまだ課題があるところでございます。右側の事業進捗です。人流データの拡大としては2.4億 ID が引き続き使える状態にあります。丸二の可視化サービスにおいては、特に北米を中心とした我々のプロダクトをご提供開始しておりますけれども、初期にお客様からのフィードバックをしっかりと頂戴し、そのプロダクトそのものをどんどん直していくということをやらせていただいております。そのお客様の事例等を通じ、マーケティング活動をしまして、
家電の見本書 SES だったり、Twitter や各種 SNS、イベントなどで認知をしっかりと拡大をしてまいりたいと考えております。そして来期以降の売り上げにつなげてまいります。以上が事業進捗でございました。成長戦略及び競争優勢につきましては、今まで何度か触れてまいりましたので、簡単にご説明すると同時に、事前にご質問いただいておりますので、そこだけ熱く触れてまいりたいと思います。ミッション、ビジョンでございます。うねりとは、グローバルリーダーを目指す、リアルとデジタルを融合させたデータエコシステムカンパニーでございます。ミッションは、心地よい未来をデータと作る。ビジョンとして、うねり、エブリウェアという言葉を掲げております。どんな店舗や街に行っても、どんな情報に触れていても、実は、うねりの構造データが活用された社会が実装されているというのが我々が目指す状況でございます。2015年の創業でございますが、2022年に東証グロース市場に上場し、右側に記載するマネジメントメンバーも、私はもともとアメリカでコンピューターを研究していた人間でございまして、このような会社を創業しておりますが、他の経営陣におきましても非常にパワフルなメンバーが揃っていると自負をしております。この成長戦略の一番の基盤として、うねりは3.9億 ID の生活者行動のビッグデータを保有しておりまして、リアルとデジタルの世界を融合させていくということを基礎しております。特にその中で一番のデータであるのが人流データになります。左側です。屋外は GPS、屋内に入りますと Bluetooth のセンサー、この2段階で捉えて3.9億 ID、そして月間でいきますと、800億件以上のデータが溜まっているという、ビッグデータが溜まっているところでございます。その人流ビッグデータというのは、スマートフォンの ID に基づく人流になりますので、この ID をいろんなデータと連携することもできます。購買データ、テレビの視聴データ、ウェブのデータ、SNS、アプリ、店内のデジタルサイネージ、屋外の看板、いろんなものと連携ができるというのも非常に特徴でございますので、リアルとデジタル、これを融合させたデータエコシステムというものを今作らせていただいております。このデータ基盤をしっかりと使うことによって、年平均成長率36%で28年6月に100億、そしてグローバルでスケールをしまして 10X ということを狙っております。我々は、このいろんな企業様と横断型のエコシステムを作るということができると考えております。多くのメガプレイヤー、例えば SNS とか、アプリのプレイヤー、携帯キャリアさん等は、自社のお客様に対する垂直型のプラットフォームというものを作っていくのに対して、うねりはスマートフォンの ID に基づくデータエコシステムになりますので、いろんな企業さんと連携できるというところが我々のユニークなポジションでありまして、これであればグローバルでこの一つのレイヤーをしっかりとシェアナンバーワンを取れるとに考えております。これによって自然な形で必要な情報が提供されたり、安全安心な状況が保持される社会。これを我々は環境知能、環境が賢くなるという意味合いを込めて環境知能というものを言葉として定義しております。小売、消費財メーカー、不動産自治体、観光庁、という方々にご利用いただいております。この3つの、リテール DX、リテールメディア、スマートシティ、この3つの事業は非常に関連性が高く、どれかを導入していただいて、どんどんお客様が増えていくというエコシステムが拡大をしてまいりますけれども、その中における成功事例をグローバルに適用していく。そこでまたさらにスケール化していくということが我々の事業展開でございます。このマーケット、リテール DX も、リテールメディアも、スマートシティも、どれも非常に国内市場も海外市場も非常に大きなものでございますので、その大きく成長する市場のど真ん中として、うねりが位置づけられているということをご理解ください。しかし、68名の現状の正社員数で、日本中、そしてグローバルのお客様にサービス提供することは不可能であるというふうに考えております。そのため、重要なところはパートナー戦略です。各業界のトッププレイヤーの方々と、我々はパートナーシップを結ばせていただくことによって、その顧客企業に対してスムーズなサービス展開ができるような仕組みを整えさせていただいております。さらに収益事業だけではなくて、SDGs に貢献するものとして、例えば混雑の可視化や、それから CO2 の削減などなど、あらゆる SDGs のテーマに我々のデータが活用されているという状況も作れております。以上、成長戦略でございました。
引き続き特徴と競争優位性、特にここでいくつかご質問いただいておりますので、合わせて回答もしてまいります。我々の競争優位性4点です。データ、AI、事業提携、リカーリング、この4つのものでございますが、特にデータでございます。先ほどお伝えした通り、3.9億 ID の ID に基づく人流データというものをまず保有をしております。月間800億件以上溜まっているビッグビッグデータになりますし、そこでは屋内ではビーコンと呼ばれる Bluetooth のセンサーと連携できるようになっております。Bluetooth のセンサーは現状216万箇所以上でございます。Bluetooth のセンサーを216万箇所設置するというのは非常に難しい行為でございますが、なので、ウネリーがこの創業される前、ビーコンというものもあります。技術としてはありましたが、皆さん自社でアプリを作って、それと連動するビーコンを自社で設置するという世界でございました。しかし、ビーコンというものは技術的には汎用的なものになりますので、設置されているビーコンをウネリーにご登録いただければ、いろんなアプリと反応できますよという、このアプリとビーコンのプラットフォームを作ったというところが我々の技術優位性の一つになります。そこにおいて根幹のところで特許を取らせていただいております。日本、アメリカ、中国でございますので、同様のビジネスを作れるのはうねりしかいないと、主要マーケットで作れるのはうねりしかいないというところが技術的な特徴でございます。ここご質問いただいておりますので、ここは少し、ご説明しますけれども、このデータの情報というのは日本の法体系においては個人情報ではなく個人関連情報と呼ばれるものになります。個人情報ではないんですけれども、プライバシー性が高いデータのことになります。従いまして、ウネリにおいてはこの人流データを取得するときにアプリに我々の技術をご提供するんですけれども、そこでプライバシーポリシーに株式会社ウネリにこういう目的でこういう項目をこういう条件で取りますということが確実に記載されている事業者になります。それを OK としていただいたものがうねりに溜まっていきます。で、そこにご質問がいただいておりますけれども、この同意においては GDPR のガイドラインと齟齬が出ることはありますでしょうかというご質問をいただいております。原則、我々の方法というのは GDPR のガイドラインとほぼ同じやり方をさせていただいております。GDPR においては、これは個人情報対象ですけれども、どういう目的で誰に情報提供しているかということに対して同意を取りなさいということが記載されておりますが、うねりのデータ取得方法はそれと同様の手法だとお考えください。結果ではありますが、ロケーションプライバシーマークということで業界団体からもご認定をいただいております。そして次、AI でございます。AI と人、この2つの掛け合わせによって顧客企業の売上向上をしっかりと実現するということをやらせていただいておりますけれども、具体的には AI、いろんな AI があります。ここでもいくつかご質問いただいたので合わせて回答いたしますけれども、ここには記載はしておりませんが、生成 AI の使い方でございます。生成 AI いくつかご質問いただいておりますが、今どんなことやってますか？今後の方針は？というご質問いただいております。生成 AI というものは非常にユニークな技術でありますけれども、そのためにはデータを食わせるということがある意味必要になってまいります。そして、ウネリーはデータという点においては日本屈指のデータ保有者でございますので、この生成 AI って非常に親和性が高いです。例えば、ショッパーミエルなどを含めて、そういうところにおいても生成 AI をかませることによって、いろんな切り口のものを生成 AI が自動的にピックアップをし、お客様に伝えていただくことができる。さらにそのデータに、そのインサイトに基づいて解決策までご提示できるようなものが生成 AI の使い方の一つかなというふうに思っておりまして、開発を進めております。また、改めてニュースがありましたらご報告申し上げますが、この点においても Google クラウドさんと非常にこう生成 AI の強いパートナーシップを結ばせていただいておりますので、他の事業者様に比べて優位性のあるお取り組みをさせていただいていると思っております。事業提携におきましても、ご覧いただいているいろんな企業様とご連携をさせていただいていることに加えまして、3つのサービス、どれか契約していただいてもしっかりとクロスセールをするというマルチプロダクト戦略というものを取らせていただいております。実際お客様ということでいきますと、第3四半期におけるリカーリング顧客は104社でございます。そして、実際に、これは一つのお客様の例で毎回ご説明しておりますが、5店舗、10店舗で分析可視化15万円で使っていただいたお客様が、じゃあコード変更もやろうかということで月額100万円になり、
それが20店舗でやったところから100店舗、250店舗になるとどんどんアップセルで顧客単価が上がっていく。そこまで行くんであれば、ワンツーワンもしっかりやろうということで、さらに顧客単価をクロスセルして上がっていくというようなものが我々の特徴で、これが1年半から2年ぐらいかけまして、顧客単価がどんどん上がっていくというものが我々の事業モデルになっております。特徴4点目のリカーリングとしては、分析可視化、コード変容、ワンツーワン。このどれもが非常にリカーリング性が強い事業でございますので、リカーリング売上高比率も91.2%。1社から平均2439万2000円という非常に高い顧客単価を実現ができております。優位性でございますが、技術、プラットフォームの優位性はご覧の通りでございますけれども、特にここでもご質問いただいているのが、競合と何が違うんでしょうかということを改めて教えてくださいというご質問いただいております。特にこの人流データという意味合いにおきましては、携帯キャリア様が従前からご提供されているデータになるかと思います。しかし、携帯キャリアさんの場合は、基地局からデータを取得するということが一般的でございます。基地局であるがゆえに精度があまり高くない。そうすると、250メートルから500メートルのこのメッシュの中で何人がいるんですというデータを出されるのが携帯キャリアさんになります。さらに分析はできるけど、広告などには使えないと。一方で、うねり一番右ですけれども、うねりにおいては、精度が非常に高く、かつ、しっかりと同意をいただいておりますので、分析にも広告にも、ワンツーワンにもしっかりと使っていただけるという特徴がございまして、この点が優位性でございます。以上が私からのご説明でございました。これにて、決算説明会を終了させていただきます。うねりはどの街に行ってもどの店に行っても実はうねりのデータが自然と使われていて皆様の生活が良くなったり買い物が楽しくなったりするうねりエブリウェアというものを推進しております。これによって大きく成長していきたいというふうに思っておりますので今後とも応援をどうぞよろしくお願いします。本日はご参考いただきまして誠にありがとうございました。